高木豊、ヌートバーと心中する気なのか。一番は山田だろ。高木、栗山英樹監督はラーズヌートバーと心中する気なのかなと思いました。確かに守備と肩はいいですし、送球のコントロールもいいのですが、打率や出塁率が低いので一番に置くには抵抗があります。ただヌートバーを呼んだ理由は使いたいからだと思うんです。山田は調子が悪い時でも一番に入っている時は比較的に気分よく打席に入っている感じですし、過去の国際大会でも一番で結果を出していますとのことです。敬遠されるの考えたら一番大谷やろ。無能、無能は黙っとれ。日本人の方が打ってねえのが悪いんだろ。山田山川は代打でええわ。無能で草。一番山田と片田の自殺で草。山田山川村上と心中しそう。ベンチの雰囲気見るとヌモラン勝ったら葬式やん。なんで山田ごときと心中せなあかんねん。出塁率が低いって去年の山田とヌートバーの成績を見てないんか。もう復調に期待して我慢するような選手じゃないのがわからんのかな。この3年寝てたのか。初日でアンチ黙らせる結果残せてよかったわ。ご視聴ありがとうございました。